さあいよいよ2006年 D1 グランプリ UK エキシビションマッチベスト16決勝戦を戦うこの2台が今現れました。いよいよこれで紹介ということになります。まず1台は初の決勝進出ということになりました川端正人、そしてその対戦はチャンピオン風間康幸です。水色同士 S1 号同士の対戦は川端正人風間康幸、さあどういうことになりますか。もう間もなくこれからスタートということになります。スタート地点はまだ風間がタイヤ交換してますね。そうですね、タイヤ交換して風間康幸、対する川端はロムケンがなんかやってるぞ。ロムケンがさらにスタート地点でこのバカチンがいや面白いですね。スタート地点もね、いろんなことありますからね。確かにね、ロムケンねえねえねえ、あいつはもう関係ないんでしょ。ロムケンはロムケンは関係ないんですけど、ずっと大写しになってるというね。シルバーストーンのお客さん本当にね、もう十分分かってますよねこれね。さあどうやら風間が出てきた。どうやらタイヤ交換を終えた風間康幸がスタート地点に着こうというところ。さあその表情を見ると余裕がありますね。対するあこいつもこれはどうなんですか。川端初の決勝進出川端正人、アップ余裕のある振りなのか本当に余裕があるのかどうか。さあいよいよ最後の戦い決勝戦川端正人風間康幸、この技ウォーミングアップ、おーブルーのツインドリー、さあすごいすごいものすごいツインドリー、一台しか見えねえよ。 S1 号のブルーのツインドリーはこれはすごい。何ですか今の。1台しか見えなかった今。チームブルーだよこれ。これお前1コーナーから2コーナーまで1台しか見えねえんだよ。すごい、だって重なっちゃってたもん、ずっとくっついて、うん、さあスタート地点に戻っていきました。ウォーミングアップ終了、いよいよファイナルです。2006年 D1 グランプリ UK エキビジョンマッチ追走トーナメント決勝戦、川端正人前、そして風間康幸後はスタート、中にスタートしてった。さあ川端か風間康幸か、まずは川端が前、そしてその後ろから風間康幸が追いかけた。ビタビタできた、入った風間、入った風間、まず飛び込みで入りました。しかし逃げる川端、逃げているかどうか。最終コーナーにかけてる進入はさあ入っている、最終コーナーでもこれは入れ込みました。さあ立ち上がり綺麗に流してはいきましたけれども、これは入れ込みました。このアドバンテージはどうでしょうか。5.5 対 4.5 でアドバンテージ風間。さあ入れ替えてどういうことになりますか。今回の決勝戦川端か風間か、アドバンテージは若干風間で、今度はこの風間康幸が先頭、後ろからトラストグレッティ S1 号川端正人が追いかける。さあ勝負ありということになりまして、いよいよ表彰式です。さあ2006年 D1 グランプリ UK エキシビジョンマッチ、全ての戦いが終わりまして、この両者が今審査員席前に来ております。はい、さあそれではいよいよ優勝のコールということになります。優勝したのは、優勝風間、風間康幸優勝。見事に川端を破って、このエキシビジョンマッチにおきましての優勝はチャンピオン風間が取りました。残念ながら初の決勝進出しました川端正人、初優勝はお預け。これはもうなんか堂々たる優勝という感じもしますね風間ね。もうね、はい、こう横綱相撲って感じ。はい、チャッチャさん2位が初めての川端、この辺の風間とかを破ってこないと腕的には、はい、もうね、川端も風間クラスに来てる、ね、いや、単走においては風間は同じ、もしくはそれ以上の時だってあるわけですから、あとはやはりあとはいろんな引き出し、引き出し、これがまだ足りないということで、今回の戦い UK エキシビジョンマッチ見事優勝したのは風間康幸ということになりました。おめでとう、おめでとう、おめでとう川端、頑張れ。さあということで今回の UK エキシビジョンマッチ優勝したのはこの男風間康幸、おめでとう。今日の対戦の中でのポイントはどこかありますか。
あのね、ウォームアップをね、上手にやろうかなっていうのは考えてました。何だったんですか、あれは。あれ、みんなこう、進入サイド引くでしょ。引かないで、引かないで入る。飛び込んじゃうんですね。そう、パッて飛び、みんな慌てて、あれ飛び込んじゃう。ブチャッとみんな飛び出ちゃった。あの、全員飛び出しました、はい、最後はこれ、川端相手じゃなかったんじゃないですか。まあ、でもまだ、修行が足りませんな。まあ、もし負けて日本に帰ると、熊高とか、あの辺にも怒られますからね。そうですね、試合人にも怒られますからね。みんなが恐れてる男ですかね、実はね。そういう意味では早いうちに積んどいたっていう感じで。なるほどね、はい、ということでございました、はい、とにかく優勝おめでとうございます。ありがとうございます。無事イベントが終了した後、関係者全員が参加し、打ち上げが行われた。それでは皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずまずの成功ということで、また来年もシルバーストーンでやりたいと思います。今日は皆さん本当にありがとうございました。乾杯。乾杯。次があるよ。いいよな。まあ、あ、うまい。今日はね、次頑張ろうよ。まあ、来年もまた来てよ。来年こそは頑張りたいね。いいから、いいから。また来年も呼ばれてこようよ。分かってるな、自分。お前もだ。日本だ。今日？日本だ。今日一周走ったよ。俺は開けないとダメです。やっぱり、おしゃれが似合うな。うわガーん、今日はブレイクオーバー。面白くないよな。もう下前でも納得いかない、ね、納得いかないって今日の勝敗に関して納得いかないの。いや、それは納得できてます。完全に負けました。バッチリ俺はたく、ね、今日俺あんまり気分良くないんだよ。あっち行ってくれ。もうね、ショックなんだ俺は。面白かった。まあ、みんなとなんか友達になれた気がするよ。まあ、今回こういうね、人間いるじゃん。あんまり D1 中ってあんまり話しないのよ。まあ、こういう場があってよかったと思うよ。もうね、その UK のやつらもやっぱこういうトップクラスと走るとどんどんレベル上がるから、今後が楽しみね。何やろう、ご苦労様でございます。エンジョイイット。極東の島国が生んだ新しいモータースポーツ D1 グランプリは、選手やファンとともにこれからも新しい世界へと飛び出していく。